時代は BL とチャンネル登録だよな。乙女哲学。みのりの行方。みのり、迷ってるのか、迷ってないのか、やっぱり迷ってるのか。全然行く気なし。なんやねんお前。行く気ないんかい。行く気ないよ。なんやねんお前ら。離れても一緒。お母さんのことはもちろん大好き。でも今はまだこの町でみんなと遊びたいから。ひなた、よかった。あんまり驚かせんなよなあ辻本。え、いやいいんじゃん。お前本気で言ってんのか。え、うん。だってほら、スカイプスカイプ。スカイプの方が往復時間を考慮するとより長い時間情報のやり取りができるのではなかろうか。いや、できる。人肌のぬくもりプライスレス。これが働き方改革ではなかろうか。リモートフレンズだね。血も涙もねえな。みのりの気持ち。あいつちょっと冷たいぞ。合理的すぎやしないか。いいんだ、分かってたし。すごく合理的ってことは。ひなた、エレナの平然とした顔を想像したらさ、行くのもなんか尺だなって思って。私負けず嫌いみたいなことしちゃった。一緒にいたい気持ちは本当。もうしばらくはよろしくね。お前、さりげなく私の荷物増やしやがって。のせのせ、これで10割。持て。じゃあ私を乗せて100割。重いな。しまった。2人のフレンズ。そう、一緒に来ないのね。残念。ごめんねお母さん。ううん、またみのりに会えないのは寂しいけれど、みのりが友達と出会えてお母さんは幸せエブダさん。ありがとう。その友達二人はどんな子なの。どんな子。極め BL 特集、メガネ男子 VS メカメガネ男子編、メガネデストロイヤー。勝つのはメガネ、それともメガネか。あ、メガネが勝った。好評発売中。広辞苑の美少女の項目にそろそろ乗る気がする。まばゆい盛り合わせ、フルーツタルト、セナアイカ、属性美少女、特技美少女、性能美少女、必殺ラブリーガールズ。私より長いな。ワード数多くていいな。個性的な子たちかな。ワード数も多いし。あら、楽しみ。チョベリバーじゃなかった、チョベリグー。お母さん落ち着いて。お疲れ様。あー疲れた。バキバキ。お疲れ様アイカ。ごめんな、私が箸より重いもの持ったことないばっかりに。死ね。働いてくれたアイカにご褒美を用意したんだ。え、マジか。準備費で勝手に回したガチャポンのいくら。自費で補填しろ。いくらはいくら。10万円になります。有意義に使えよ。あ、使っちゃダメか。魔女。そういえば今回の劇は白雪姫に決まったわけだが、みずきちゃんとしずくちゃんはどうしてるかな。ちょっと練習覗いてみるか。え、私が魔女役の人の代役で。確かに魔女役の経験はありますけど、子供の頃からよく魔女って言われてましたし。担当の子が別の仕事で出ちゃっててさ、練習の時だけだから頼むよ。佐藤さんも白雪姫の代役引き受けてくれたし。はっ、ピキン。しずくも。へえ、王子役の方はどちらに。王子役の身がやばい。魔女みずき。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰。それは白雪姫です。ピク。ちゃんとやってるな。うん、そうだね、かわいいな。あ、あなたに雫の魅力の何がわかるというの。そこのところ詳しく聞かせていただきたいわ。見当違いなこと言ったらこの私が許さないけど、ちなみにこの世で一番美しいのが雫という件については
出航せざるを得ないわね。ダメじゃん。一日の終わり、なんか濃い一日だったな。よこ疲労が。うん、そう。私本屋寄るから解散な。あ、本屋寄るの。うん、鬼畜メガネ男子 VS 筋肉メガネ男子の発売日だからさ。あ、鬼畜メガネ男子 VS 筋肉メガネ男子の発売日だったね。あ、辻本、私よく考えてみたけど、このイクラマジどうしようもないから返すわ。イクラはいくら？イクラはプライスレス。まばゆい盛り合わせ、フルーツタルト、セナアイカ。イクラはいくら？イクラはいくら？イクラはプライスレス。